はい、どうもピオキングです。今日はですね、スーパーマリオブラザーズ35をやっていきたいと思います。このゲームはですね、35人のマリオとバトルロワイヤルするゲームです。この動画をですね、見てる方はもうルールとか分かってると思うんで、そこは飛ばしていきたいと思います。そしてですね、僕がですね、今評価 S なんですよ。まあそんなにこの S がすごいのか分からないんですけどね、まあ、簡単に勝てる方法を皆さんに伝授したいと思います。この方法を知ることで勝てる確率っていうのはね、ぐっと上がると思うんで、ぜひ見ていってください。それじゃあ早速やっていきましょう。いや、この方法はですね、初代ファミコンのスーパーマリオブラザーズよく知ってる方はやっぱ有利なんですけど、スターの位置がめっちゃ大事になってくるんですよ。あとアイテムとこのコインもね、めっちゃ大事なんですよね。まあ、コインを20個取ることによって、まあ、アイテムストックが位置できるんですよね。まあ、最初は時間とかは全然気にせなしなくていいですから、やっていきましょう。で、ここのね、山、最初のこの山のところに、4つ目の土管を過ぎたこの山のところに一気アップがあるから、これを取っていきましょう。で、この一気アップ取ることによってね、アイテムストックが1、まあ、コインが20枚取れたことになりますから、ぜひ取っていきましょう。で、このハテナブロックがね、山なりに4つあるところがあると思うんですよ。で、まずここのその左のところのブロック、今開けたんですけど、ここにまずスターがあります。おそらくですけど、ここをクリアすると1の2に行くんですよね。で、このバーもね、てっぺんを率先して取ります。で、てっぺんを取ると15秒、一番下だったら1秒だったっけな、まあそんなもんだから、てっぺんをね、なるべく率先して取りましょう。で、最初はね、コインの方を集中的に集めていった方が勝率が良くなる風につながります。で、まずここね、今開けたところにスターが1個あります。1の2のスターの場所だね。この1の2の最後なんですけど、この最後ここを上がっていくと、まあ、皆さん知っての通りステージが3つ選べれるんですよ。で、そしてもう1回1の2に行きます。1の2が出れば、率先して1の2をですね、選んでください。なんでかっていうと、1の2はですね、3つのステージを選べれるから、まあ、そっちの方がいいんですよ。そしてまたスターを取っていく、まあ、このルーティンですね。このルーティンでだいたい勝てる。いや、マジでたまにですね、1の2が出ないこともあります。1の2が出ないこともあるんですけど、まあ、スターがある場所をどんどん率先していけば大丈夫です。今回もまた1の2に行きます。で、スターがね、特に分かりやすいのがこの1の1と1の2、そして2の1なんですよね。で、この2の1、もし次のステージが来たら、そこで説明します。で、1の2でね、先ほどから取ってるここのコイン、まあ、ここで約10枚取れるから、取っていった方がいいんですよね。で、またスターを取っていきます。いや、マジで、このルーティーン、まあ、作業っぽいけど、まあ、勝つためにはね、このルーティーンが結構必須になってくるんですよ。で、上にね、コインとかあるけど、そんな、もう、無視でいいです。無視。もう、勝手にね、コイン集まってくるから、あんなんで、ね、結構、取ってたら時間がもったいないから、無視でいいです。そして、あ、今度2の1来たね。1の1でもいいんですけど、今度2の1行きます。2の1のいいところは、まあ、敵が多い。敵が多いっていうことは、敵がね、めっちゃ遅れるんですよね。あと、ここ気をつけてね。ここ、気をつけなきゃ、ここにね、隠しブロックがあるから、ジャンプしようと思ってね、引っかからないようにしていきましょう。で、2の1のスターの位置はここです。で、ここのスターを取ることによって、またこう連続でどんどん敵を倒していきましょう。あのスターさえ取ったら、もうあとは普通にクリアして結構です。で、また1の1か。ファイヤーを取った状態でですね、ファイヤーフラワーを取ったら、15秒もらえるんですよね。15秒はなるべく率先して取っていきましょう。1の1ってめっちゃチャンスなんですよ。フラワーもいっぱい出るし、スターもあるし、しかも1キャップもあるでしょ。もう1の1はマジでね、もう最強、もうマジで最強コース。このゲームはですね、攻めるよりも守る方がね、めっちゃ勝率いいんですよね。そして今度これは3の1か。あ、ここも確かあります。この3の1のスターの位置もちょっと教えておきますね。あと、このパックンフラワーとかハンマーブロスも率先して倒していった方が相手に遅れるんですよね。ちょっとなるべく避けたいとは思うんですけど、確かここだったっけな。ここにスターがあります。ハンマーブロスとかね、避けたいけど、なるべく倒していきましょう。相手にね、その分遅れるからね。
自分が来たら嫌だなって思うやつを送れば相手は大体苦労します。あと2人だね。多分勝てます、多分勝てますっていうか、もう僕これね柔軟練習してるんですよ。いや割とマジで、だからマジで皆さんもこの方法使ってください。アイテム僕まだ一回も使ってないんですけど、アイテムはね惜しみなくどんどん使っていってください。アイテム使わないでやられたらもったいないんで、アイテムは惜しみなく使っていきましょう。コインが溜まり次第結構早めに使ってっていいと思います。3-4、だいたいクッパのステージはスターがないからね。ただ最後のクッパはぜひ倒しておきましょう。まあ倒しておくってか、スターがなくてもこの最後の斧を使うことによって相手に送れるんですけど、もうクッパ送ればね結構ね苦戦するんですけどね。まあ相手がスターをもし取ったりとかしたら逆に送られてしまうんでちょっと注意していきたいね。であと一人か、あと一人は海にいるね。海にいるっていうことは多分月相とかね送ってくると思うんですよ。ほら来た。逆に自分があの海のステージに行ったらね、あのプクプクとか月相をね率先して倒していった方がいいと思います。ほんとプクプクとか下からニョイーンってニョイーンって出てくるから嫌だよね。で時間がなくなったらなるべくこのアイテムは取ってった方がいいかな。そしてこの子たちもね踏んでった方がいいかなと思います。まあちょっと難しそうだったらファイアーボールを使うのもいいんですけど、踏んだ方がねやっぱ秒数稼げるからね。そろそろ時間がまずい。こうなってくるとちょっと時間を優先していきます。あのバブルもね積極的に送っておきましょう。よし、第2戦目やっていきましょう。ここのスターはマジでね忘れがちな人、そして知らない人多いですから、マジで覚えておって損はないと思います。あの1-2ってほんとよくあの回るステージなんで、回った方がいいステージなんで、あそこのスターの位置だけは絶対絶対にね忘れないようにしましょう。で1-2ね、1-3はマジで一番ハズレ、1-3はハズレだからマジで入んない方がいいです。でスター使ってる途中でもやっぱアイテムはどんどんねチビの状態だったら使った方がいいんですよ。スター状態の途中でもやっぱアイテム使うことをおすすめします。あとできればなるべく早めにねファイヤーボールになっておく方がいいかな。それじゃあまた1-2いきます。この1-2のいいとこってもう一番最初ここにアイテムがあることなんですよ。だからねあのチビ状態でももうすぐアイテムが取れるから、まあ即死は回避できますね。ただですねあの見てる方は飽きるかもしれない。このずっと1-2っていうのは見てる方はねマジで飽きるかもしれないんですけど、勝つためだったらこの方法が一番僕はいいかなって思います。まあ今回はねちょっと勝つための動画だから、うん、この1-2を周回させてもらいます。で今度2-4、3-1、1-1か。まあなるべくだったらねあの1-1がいいんですよ。あの1-1が安泰だからね。ただ3-1がいい時っていうのはあの時間がない時、のこのこクリボー、そしてパックン、さらにはねあのハンマーブロスもいるからめっちゃ時間稼ぎができるんですよ。ただね時間がめっちゃ今回あるからまだ余裕がね、まあ1-1を選びました。であと何人、あと4人か。残り1人になるとめっちゃしんどいよね。そん時にねやっぱ時間が早くなったりするから、あの1秒でリアル5秒ぐらい進むからそん時きついんで、なるべくこの辺に来ればタイムはですねプラスにしながら行った方がいいと思います。今の息アップもですねアイテムストックが多かったらねそんな無理して取らなくていいんですよ。息アップ取ったところで時間のプラスにはならないから、まあアイテムストックが多い時はステージをクリアして時間をプラスにすることの方がいいかなって思います。あの右下の人ちょっと悪いけど、もしかしたらそんなに上手くないかもしれないね。ちょっと左上の人の方が上手いかもしれない。お一人脱落、やっぱ右下かっていうことや。やっぱり左上の人とね怠慢になりましたね。左上の人なんかうまいんだよな。でもアイテムストックもうないね、あの人。よし、どんどん敵を送りまくろう。こういう時に3-1に行けば意外といい線いけるんですけど、1-2が相手、どうしよう。3-1行こっか。1-1の方がいいんですよ本当はですね。守りに徹するんやったらあの1-1がいいですマジで。ただ今回ちょっと攻めます。これね連続して踏むとあの1秒ずつ増えるんですよ。あの2秒3秒4秒って、だからなるべくね連続して踏んでいく方がいいと思います。ただ相手もね結構時間ないと思うんですよ。僕今100秒でしょ。
アイテムないと思うな。うわめっちゃ早い。うわめっちゃ速くなるんだねこんなに。それじゃあこんな感じでどんどん勝っていってください。それじゃあまたね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。